安定してますね。さあ今日は、ニールプライドのフライト FR85 というウィンドサーフィン用のホイールのテストライディングを行います。使うボードはウィンドサーフィンホイール専用のボードですね。ハイドルホイール120、非常にいいホイールに特化したボードで、まあ、テール幅があってまあ、リフライト、そして走り出しがしやすくて、オーバーヒールをコントロールしやすいようなボードアウトラインになっています。まあ、ボードのねそのカットアウトテールも水切れを良くしてくれています。薄いダブルコンケーブですね、センターキールがあるようなで、そこもあとはレール形状ですね。ここはレールが落としてあってこれもリフライトに刺さらないように、なっています。ストラップポジションから後ろセンターごめんなさいキールがしっかりタックダウン第一で立ってますね。水切れを良くしています。ちょうどストラップのところですね。ストラップポジションもたくさんあるんですが、ふわふわ飛ぶ方は内側へつけて、そしてスピーディーに走る方はこういうふうに外側つけてください。ジョイントポジションもここ好みとあとレベルによってですね、ジョイントポジション前へ出すとノーズを抑える、後ろにやるとノーズが上がるということなんですが、セーリングの技術によってあとはセールの重さだったり、それからパワーですね、ノーズを抑えるというパワー等で異なりますので、チューニングが必要となります。まあ、ディープタトルボックスですね。マストは85センチとなっています。でセール今回使うのはライド 6.2 ですですね。2021年モデルのライト 6.2 を、見ていただくようにダウンはちょっと緩めに貼ってあります。できるだけ小さいセールでダウンを弱めて、ソフトな感じ、軽くてパワフルな感じのセッティングの方が、ウィンドホイールには向いてます。まあ、別にスピードをすごく上げて走る、例えば今ホイールスラロームというのがあるんですが、そういう種目ですとやはりダウンもしっかり引いて、スピードアップにつなげていますが、まあ、そこまで、スピードを目指していない方はちょっと緩めに張ってソフトなセールにしてパンピングもしやすいようにしてた方が最初はいいですね。あとはそこから好みで、スピーディーに行きたい方はダウンをしっかり引いて走っていただければと思います。じゃあこれからちょっとオフショアですがテストライディングします。さあ持ち方はいろいろあるんですけど、まあ、このこういう持ち方が一番バランスが取りやすいようですね。これもホイールの重さ、ボードの重さ、セールの重さ等で持ち方違うんですが、まあ、こういうふうに腰にちょっと引っ掛けて持っていくと持ちやすいですね。あとはあの、出前するような感じでボードを上に持ち上げて、ボードのテールを持ち上げてっていう方法もありますが、まあ、あの自分の好みであったり、ゲレンデによって多少変わりますので、あとは、まあ、一番危ないのはやはりこうフォイルですのでね、自分の胸ぐらいの深さ、要は85センチありますので、それ以上の深さまでフォイルを持っていくときに気をつけていただきたいのは、必ずフォイルを一番気にして運んでください。
フォイルが波によってひっくり返って自分の頭にとかですね、顔に当たったりすると危ないですので、基本はセールはほったらかして、最初はですね、波がない場合ですけどね、まあ、波があってもフォイルまず第一優先で行ってください。はい、今胸ぐらいまで来ましたので、ボードひっくり返してセールアップしていきます。